まあ、今日は湘南ベルマーレはターコイズブルーのユニフォームを身にまとっています。日差しを浴びながら前半は湘南のボールでスタートしていきます。キックオフの笛が吹かれました。前半は左エンド、ターコイズブルーのシャツを身にまとっているのが湘南ベルマーレ。目が拾って、そしてバラダ、ダイレクト、面白いボールが入ってきた。トラップをして平岡シュート決まった。見事に決まりました。湘南ベルマーレ旗上がってますね。サイドの旗が上がっています。いやーまあでも旗は上がりましたけど、そこまでのこう作り込みは完璧じゃないですか。わからないですね。さあこれは古賀から裏へのボール、マテウス・サビオが持っていく。マテウス・サビオ決まった。ここは旗は上がります。こちらも上がりますが、こちらもチェックになるかと思います。湘南がゴールかと思ってオフサイド旗が上がりましたが、ここもマテウス・サビオゴールネットを揺らしましたが旗が上がっています。まあ、細谷そして豊島は残ってますけど、はい、マテウス・サビオは少し若干こう守備ラインのギャップに残っているようにも、ね、まあ、この斜めの角度だとは見えますけどね。はい、まあ、先ほども時間がかかりました。先ほど以上に時間が長くかかって、ね、ゴールです。認められました。VR の結果オンサイド。ボランティアバラダが切ります。バラダはこぼれて、押し込めないとブロック、スクラムです。押し込んだ。コーナーキックから最後は杉岡が押し込みましたか。前半のアディショナルタイム残り時間わずかというところで同点に追いついた湘南ベルマーレです。セットプレーからの得点に対して杉岡がしっかりボールの位置を確認してうまく切り込みましたから、まあ、柏もしっかり人数かけていたので跳ね返したかったですけど。そして逆に今度はホセアと1対1になる。ホセアそのまま運ぶ。キーパーと1対1落ち着いて流し込んだ。いたと思いますけど、はい、まあ、しっかり松本の股を見ながら冷静に流し込みましたね。ちょっと運転の。そしてメインスタンド側からのコーナーキック、マテウス・サビオはパーへ入れていく。ヘディング、こぼれたボールはまだエリアのゴリエの中でここクリア。この辺りは少しまた手を打ってきました山口監督です。さあここから狙っていて、クロスバー、あの位置からまず狙っていきました。阿部からザ・長木が左に走る。なんかタッチ出しました。ここまた豊島、そしてここで長い笛